庭の花澤です。ご視聴ありがとうございます。本日はむくみにくくリフレクソロジーの方法をご紹介します。このアキレス腱がはっきり出ないですとか、足首が太くてゾワシ状態の方ですとか、足首を回した時にスムーズに回らない、回り方がこうギクシャクしてるとか感じられる場合は、足首の状態が良くありませんので、マッサージで改善していきましょう。効果を高めるためにですね、蒸しタオルを私は使いますけれども、足湯などでもいいです。足を温めてください。冷えてると流れが悪いですので、温めて柔らかくしましょう。足首回しも行います。指にこう手入れて、でこういう形で回してください。このように関節も柔らかくしておくことで効果が高まります。両足を行ってください。次にワセリンを塗ってリフレクソロジーを行います。両足にまんべんなくクリームを塗ってください。それでは左足から始めますね。この小子宮と母子宮、こういうふうにありますけれども、中間点ですね、この辺で指が一旦止まると思うんですけど、滑らせていくとこう滑らしていった時に止まるところ、ここに腎臓の反射区がありますので、ここにいびつのを入れます。いびつのっていうのはこれですね。こういうふうに親指のところで指をこう入れて、でこっちに当てます。でぐっと押し込んで少し上に上げます。でこれを何度か行ってください。これがかなり痛いと思いますけれども、まあ辛すぎないぐらいに、このようにグッと一回押し入れてからキュッと少しちょっとこのように上に滑らせますね。それから今度はこのラインですね、輸尿管のラインです。腎臓から膀胱をつなぐ輸尿管のラインをグーッと滑らせて運んでいきます。こういう形ですね、ぐーっと。そして膀胱まで来たら、膀胱のところで1、2、3秒ゆっくりぐっと押し込んでください。このまま指つのをこういう感じですね、横から見るとここが膀胱のラインになってますので、反射区になってますので、こうぐ
3秒もう一度行います。まず腎臓でグッと押し込んだら輸尿管を通って膀胱へ、で膀胱に来たら1,2,3グッと押します、はい、非常に痛いですけどね、これを、行います。右も行いますね。同じように腎臓のところにをまずこう指つので、この指つのですね、こうやってグッと押してちょっと上へ押し込んだまま少し上に向かって押し上げてください。そしてこのように輸尿管のラインを通ってグッと最後に膀胱を 1,2,3 秒します。もう一度腎臓輸尿管膀胱ですね。痛いですけれども結構気持ちがいいとも言えますね。持ってきて 1,2,3 で結構慢性的にむくみがある方、代謝が落ちてる方は結構この膀胱の部分が膨らんでるというふうな方もいらっしゃいますね。ここが膨らんでませんか？もう一度行います。腎臓輸尿管膀胱で 1,2,3 グーッとゆっくり押し込んで、はい、次にですね、今度はこの足の下の方に溜まった水分を上に押し流すという動作をやっていきます。流しやすいように、オイルを塗っていきます。一般的にはこういうふうに、持ち上げていくと思うんですけれども、もっと簡単により効果を上げる方法としてこういうふうに仰向けに寝て足を上げるんですね。そしてまずこのかかとの方から足首を通って膝裏のしっかりインパ節まで手をしっかり密着させて強めにさすって流していきます。こういう形ですね。やっぱり重力を使って足を心臓より高く上げればより流れやすくなりますの で、 でまた上から下に持っていくっていう方がやりやすいですよね。なのでこのように寝て行うことをおすすめします。まずは足首から膝裏までをメインに行ってください。こういう感じで前も後ろもしっかり全体的に手のひらを密着させて
ね、あの 手でやるっていう意識よりもこう足も一緒に動かすとよりやりやすく効果的になると思いますね。筋肉を動かすことで収縮運動が生まれて循環が良くなりますので、ぜひこのトリートメントと運動法を併用する感じで足をこう上に向かって、蹴り上げるというか伸ばすような意識を持って、足は足で動かす、手は手でこう下に向かってさすり下ろすという感じですかね。膝裏までが終わりましたので、今度は膝からももの方ですね。この鼠径部に向かって流すような形になりますね。この時もこのように手を密着させて流してください。反対も同様に、まずは足首から膝裏までを流します。膝裏からもも、鼠径部に向かって流します。今の足首からももまでの流す一連の動作がちょっと大変そうと思った方は、綿棒を使ったケアがおすすめです。これを使えばオイルもいりませんし、手が届きにくいところも楽にできるかと思います。ではこれからやっていきます。同じように寝っ転がりますね。そしてでこういう長いズボンとかスパッツとかを履いていただいて、直接綿棒が触れないようにして、
すりますね。当てると痛いのでそれを気をつけてください。筋肉をほぐすようにしてください。それと水分を流す意識で気持ちよく行ってください。以上です。ありがとうございました。